名古屋ドームです。中日ドラゴン、さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でロマンあふれる打ちました。初球打ち抜けた、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、二塁ランナーホームイン、スワローズまずは1点先制、1対0。スワローズ追う展開で迎える3回です。ツーアウトランナー一塁という場面でロマンあふれる長距離砲大空、第2球投げた、インコース高め外れてボール、カウントワンボールワンストライク、投げた打ちました、鳥谷ボールを掴んだ、二塁送る、二塁アウト、スリーアウトチェンジ、一塁。スワローズ追う展開で迎える6回です。ノーアウトランナー一塁という場面でロマンあふれる長距離砲大空、第2球投げた打った、セカンド前方のフライになりました、掴みました、これでワンアウト。スワローズ代走起用、スワローズ追う展開で迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面で4番打った、これは強烈、入れば逆転だ、いった入った、入ったホームラン、逆転ツーランホームラン、スタンドへ叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。大空そこその場面でこの一発、4番の一振りで逆転。スワローズピッチャーを変えてきました。バーネット、ドラゴン第9、初球見送ってストライク、まずは決めてきました、投げた、これは見送ってボール、カウント1ボール1ストライク、投げました、ストレート決まってストライク、バッター追い込まれました、投げました、打った痛烈な当たり、ライトへの打球、ライト前ヒット、クリーンヒットです。小笠原ヒットを放ちました。さあノーアウト、ドラゴンズバッターは第9投げました、初球バント、ピッチャーへ転がした、一塁はアウト、ランナー二塁に進みました、ワンアウトランナー、第9投げました、初球空振り、第2球ボール、これはわずかに外れています、カウントワンボールワンストライク、二塁タッチセーフ、第3球を投げました、打ちました、山田取った、セカンドから一塁送球アウト、ツーアウトランナー三塁に変わります。さあこれが試合を決定づける場面となりそうです。第9アウトコース低めいっぱいストライク、まずは入れてきました、クレッセントムーンボール、完全なボール球、カウント1ボール1ストライク、次が4球目、投げた低めボール球打った、ヒット、スワローズ最終回で追いつかれました、5対5、第9ランナースタートを切った、キャッチャー二塁送球間に合うか、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。9回の裏が終わりまして、さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面でロマンあふれる長距離砲大空、この後に控えているのはバレンティ、打ちました、いい当たり、センターの頭の上越えるか、センター交代、センター後方ワンバウンドヒットになった、スワローズ勝ち越し6対5、大空タイムリーツーベースヒット、スワローズ、スワローズ見事勝利です。さて本日のヒーローは大空、本当ドームです。ツーアウトランナー一塁という場面でロマンあふれる長距離砲大空、投げた、ストレートはボール、膝元外れます、第2球投げた、打った、どの上ボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ、一塁。
スワローズ追う展開で迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面でロマンあふれる長距離砲大空、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第3球を投げた、打ちました、ショート右の当たり抜けた、ボールは中継、大空ヒットを放ちました。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウト満塁という場面でロマンあふれる、打ちました、痛烈、左中間上がった、大きな打球だ、入ったホームラン、満塁ホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、初球を完璧に捉えました。素晴らしい一発が出ました。スワローズリードで迎える6回です。ツーアウトランナーなしという場面でロマンあふれる長距離砲大空、今日4打点を挙げています。第2球ボール、カウントは2ボールノーストライクです。投球は3球目、投げた、外れた、ボール、胸元をついてきます。カウントは3ボール、ストライク。第5球投げました、打った、左中間へのフライですが取ってアウト、スリーアウトチェンジ。スワローズ武藤マウンド、いよいよ最終回を迎えました。バッターロマンあふれる長距離砲大空、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、ライトセンターに送った、ホームラン、ソロホームラン、大空今日これが2本目のホームラン、ヒットを逃しませんでした。チームメイトが迎えます。名古屋ドームです。スワローズ先制のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面でロマンあふれる長距離砲打った、初球打ち、センターへ上がった、センター下がった、取った、ボールは中継、これでツーアウト、ランナーは一塁。スワローズ追う展開で迎える3回です。ワンアウト満塁という場面でロマンあふれる長距離砲大空、第1打席はセンターフライに倒れています。サークルチェンジはボール、低め、カウントはワンボールワンストライクです。投げました、打ちました、レフトへ上がった、取りました、これでツーアウト、ランナーはフルベースか。スワローズここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面でロマンあふれる初球を打ちました、センターへの打球掴んで、これでスリーアウトになります。試合は終盤7回に入ります。バッターはロマンあふれる長距離砲大空、初球打ち、ヒットになります。バッターランナー一塁、キャッパス蹴って二塁へ、バッターランナー二塁でストップ、大空ツーベースヒット。またよし降板覚醒した。さあいよいよ9回に入ります。バッターロマンあふれる長距離砲大空、打って、これはいい当たりだ、さらに伸びていく、見送った、ホームラン、ソロホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、初球をうまく捉えました。今チームメイトが迎えます。スワローズ1点差に。
マツダズームズームスタジアム広島。スワローズ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面でロマンあふれる長距離砲大空。第2球投げました。スライダー見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球インサイドボール抜けました。少し力が入ったか。カウント1ボール2ストライク。ボール大きく外れました。カウント2ボール2ストライクです。ボールカウントは3ボール2ストライク。投げました。サークルチェンジ空振り三振。スワローズリードで迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面でロマンあふれる長距離砲大空。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。外を際どいボール、ここはよく選びました。カウントは2ボールノーストライク。内角ボール、カウント3ボールノーストライクです。第4球を投げました。4球目ストライク。次は5球目大空選んでフォアボール。5回の表これからスワローズの攻撃に入ります。バッターはロマンあふれる長距離砲大空。今日は初球打った。ボールはライナーで左中間へ。レフトの後ろワンバウンドヒットになった。大空ツーベースヒットを放ちました。初安打。スワローズ追加点のチャンスです。ノーアウト満塁という場面でロマンあふれる長距離砲打った。強い当たり菊池そのままベースを踏んでアウト。アウトダブルプレイ。スワローズなおもチャンスが続いています。スワローズリードで迎える7回です。バッターロマンあふれる長距離砲大空。初球引っ張った。ファール。第2球ストレートはボール。インコースへ。カウントはワンボールワンストライクです。打った。これは強烈。いったのだ。ホームランか。ホームランか。スワローズ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面でロマンあふれる長距離砲大空。投球これから2球目打ちました。痛烈。打球はそのまま伸びていく。センターに上げた。ホームラン。スリーランホームラン。2打席連発。カーブを完璧に捉えました。素晴らしい一発が出ました。